ゆっくりドラム講座。スクルドドラム教室、ドラム講師のレイです。今日はステックの回し方を紹介します。まずは人差し指と中指でステックを挟みます。そしてステックの先で円を描くように手のひらを回転させます。慣れてきたらスピードを上げます。指の根元ではなく指先で回すのがおしゃれのポイントです。応用します。ね、簡単でしょう。